こんばんは、映画評論家の柳下喜一郎です。映画ライターの渡辺真希です。はい、毎度おなじみ映画言いたい放題大放談の時間がやってまいりました。まあ月末恒例の恒例の、はい、なんでそこで詰まるのかな。はい、はい、この番組は、テレビブロスで映画のレビューを担当している、我々2人が今月公開された話題作や個人的な注目作についてあーだこーだ言いたい放題、そうですね、忖度なく基本なくなく、はい、喋る番組ということです。はい、はい、まあ、月に一度最終週の19時ぐらいからやっておりますので、お時間ある方はぜひ見てください。はい、まあ今月は今日、まあ、大体月のね終わりが終わりなんですけど、うん、でまあ、一応、はい、来月もやるつもりです。いいですかね。でコメントも来月はね、ちょっと月末というわけに、そうですね、まあ中下旬、中時中下旬ぐらい、まあね、20日前後にやると思いますので、忙しいですからね。はい、でコメントもいろいろ拾えますので、何か聞きたいこととございましたら、ぜひコメント欄に一言お願いします。質問いただけると、はい、はい、答えられるものは答えます。はい、はい、で今日のラインナップは MCU やばいって言われてるマーベルズですね。それとたけしやばいって言われてる首ですね。リト様すごいって言われてるナポレオンですね。山崎やばいって言われてるゴジラマイナス 1.0。 この4本立てで行こうと思ってます。やばい、やばい4本立てで、やばくないよナポレオン。あ、そうです、はい、ということで、まあ、大体何を喋るか大体ね、まあ、想像つくと思いますが、でまずはマーベルズから行こうと思います。はい、まあアメコミ好きの柳下先生が一言、はい、まず総括的に、総括的に、まあ、見てどうだったか。いやー、まあ、緩いですよね。緩いね。脚本、あ、ともかくですね、これまあいろいろ言いたいことはあるんですけど、脚本が緩いで、僕そんな嫌いじゃないんです、この映画。ほう、割と楽しく、はい、割と楽しく見ました。で、楽しく見て、特にイマン・ベラーニちゃんのやってる、ミズ・マーベルが、うん、キャピキャピ言ってるのは、まあ、大変いいんじゃない、よろしいんじゃないかと。あの子、そうあれちょっと太めの子、そう太めの子、言っちゃダメです、言っちゃダメっていうか、まあ別にいいけどさ、いいよね、別に、まあ、あんまり太めとは言わない、プラスサイズ、それえそこまでいろいろ言われんの。いや、ちょっとじゃあ太ましい感じは多分今の流行りなんだと思うんですよ。え、あれぽっちゃり系、あ、ぽっちゃり系って言えばいいんだ。あ、違う、体型の話はしない。あ、はいはい、わかりました、体型の話はしない。ま、テレビシリーズ、ディズニープラスのミス・マーベル、はい、をなんかやっぱ見てる人は割とすんなり笑いにもついていけるらしいんですが、全然私はちょっと見てないので、これ大変問題だなと思うのは、うん、これ3人ブリー・ラーソン、マーベル、うん、キャプテン・マーベル、ミス・ブリー・ラーソンと、うん、そのモニカ・ランボ、イマン・ベラーニとか、ね、うんうん、イマン・ベラーニ、ミス・マーベル、うん、要するにそのこの3人の能力がこんがらがっちゃうみたいな話なんですよね。そうですね。だからそのマーベルが3人 でマーベルズっていうことなんですけど、そのうちの2人、その、モニカ・ランボーとミス・マーベル、どっちもテレビシリーズの方で出てきたキャラで、うん、映画だけ見てる人にとっては多分今回初登場なんですね、どちらも。そうですね、うん、っていうのが、まあ、多分最大の問題で、誰なのこの人たちっていう。そうそうそう、私はまさに誰なのって感じだったんですよ、うん、それだけどそういうことをお構いなしに普通に、あ、今までもういたのがあなたたちみたいな感じだったから、まあ、あんまりそこはもう気にしないと、うん、まあね。で、だこれこの結局ね、まあいろいろ問題あるんですけど、キャプテン・マーベルって、まあ、この人実はマーベル世界で最強レベルに強い人なんですね。みたいですね、うん、でパワーはあるんですよ、うん、で大体物事を殴って解決する、ぶん殴れば大体解決するというタイプの、
アメリカ的な人なんですね。ある意味、ある意味、まあ、でもね、それを見て、この映画を見てると分かるのは、やっぱり力に頼って解決してると、うん、問題解決能力がなくなってしまうっていうね。力に寄りすぎるとろくなことはないという。頭使わないとダメだと。力で物事を殴って解決することに長けている人は、なんかちょっと難しい問題になるとあのフリーズしちゃうという。もうほとんどマドン族と一緒だよね。マドン族がなぜか知らないけど常にそうな、なんか武器もあるのに武器はさておき腕力で全部解決するというね、殴って解決するって。そうか、マドンソクだったんだ、ブリーダーソン。モニカ・ランボーはテオナ・パリスっていう、彼女が全部、うん、作戦を全部彼女が考えているっていうね、うん、で行けって言われるとその通り行くだけだっていう、ポーズみたいな、まあ、そういろいろそういう意味でね、問題が多いな、この人はと思いましたね。うんうん、まあちょっとね、まあ、ついていけないって言っても、今までこう MCU の映画で2時間半超えは当たり前ぐらいだったのが、今回1時間40ちょっとなんで、105分ですね。105分というのはまあ良心的な時間でね、まあ、あのついていけなくても、あ、いけなかったけどまあいいやみたいな感じで終わるからいいかなっていう。なんかね、その MCU もいろいろこう曲がり角に来てるのは間違いなくて、うん、これどうすんのっていうのは結構あるんですよね。つまり、うん、そのこの話がさ、どこに向かってこの話を作ったのか、いまいち分かんないじゃないですか。はいはい、どうやって繋がっていくのか、まあ、ちょっと最後におまけついてたけどね。うん、まあ、でもそれあれがあれはまあヤングアベンジャーズっていうね。うん、あっちか、あの異世界に行っちゃう方ね。うんうんうん、はあれは多分異世界に行って、多分今後異世界から帰ってくる話が出てくると思うんですけど、おそらくは。うん、でその時にあのあっちのキャラも出てくるんだろうと。うん、あのバイナリー版のキャプテン・マーベルとかが出てくるのかな、うん、っていうことなんですけど、ほう、とも結局さ、そういう振りはいろいろ振りはやってるわけですよ。でその最後にあとそのヤング・アベンジャーズっていうね、うん、アベンジャーズの若い子バージョンっていうのがあるのね、うん、で2世がみんな集まって出てくるっていうのを、まあ、やりたいのかな、うん、まあ、そっちに行くのかなってあるんですけど、結局長い全体としてどっちに向かってるのかっていうのが結局はっきりしない、まあ、決められてないと思うんですよ、うん、MCU 本体としても。ってことはケビン・ファイギーがまだ決めていない、ファイギー決めてないんだと思うんだよね、うん、だからなんとなくバツナギでやっぱり映画出さないと忘れられちゃうし、うん、っていうんでバツナギでなんか出してる感が強くて、だその中ではまあ一応解決してしたことになってますけど、今回の話はね。でもまあだからっていう感じで、うん、その結局やっぱりそのインフィニティ・ウォーに向けてサノスと戦うのに向けて話を作ってたっていうのとはやっぱりだいぶ違ってさ、そうですね、うん、今回まだ全然先が見えないから、うん、で先は見えないんだけど、まだその、まあ、最初のフェーズ1だかフェーズ2だかの頃には、うん、そのとりあえずそれぞれのヒーローの話で面白くやってたじゃないですか、はいはい、でそれもなくてなんかバツナギっぽい感じでやって、うん、それでバツナギつないだ先が見えないっていう、割とこう、ま、ゴリ夢中みたいな感じになっちゃってんだよね。まあね、なんかみんなお役ごめんになっちゃったからね、あとのキャプテンアメリカとかそこら辺が、そうそう、だからでそれでね、その後じゃあ引っ張るのがあるかっていうと、ないね。なんかね、あの猫は引っ張れないね。魔術師もなんか変なことになっちゃったしさ。うん、まあなかなか大変ですね。まあいろいろね、悩ましいところなんですよ。まあいろいろキャラはまだいくらでもいるんで、面白い話はね、まあ、やりゃできるんで、僕はそんなに心配してないんですけど。はい。なんかちょっと今の路線はどっちに行きたいのかよくわかんないなっていう感じ。うん、まあテレビシリーズを結局さ、これで見て、まあ、テレビシリーズ見てよっていうことでしかないじゃないですか。うん、ね、なんかほら日本もワンダービジョンとミス・マーベル見てみたいな、だから日本も多いじゃない、なんかテレビシリーズの劇場版みたいな、はい、まあ、ていうかまあ今映画館にかかってるのテレビシリーズの劇場版ばっかだもんね。そうだからなんか、MCU もついにそうなったんだみたいな、なんとなくちょっと悲しい気分になったりして、さすがにね、さすがにまだ一応その
映画だけ見て話は分かるようになっていますけどね。え、分かんなかった。あまり気にしない気にしない。こういう人だって。分かんない。ああいう人だっていう。分かったな。あ、このニャンニャンが前も出てきたなっていうのと、はい、パクソジュンが出て、あ、こんな役やってんだパクソジュンっていうところですかね。特に考えなしという。そうですね。まあ、だからでも、まあ、105分なんでそんなに罪は重くないっていう。罪とか、いや、まあそうですね。これだって2時間あったら怒ると思うよ。まあね、でもこれは、うん、でもこれ明らかにさ、うん、切ってんだよね話。いや、まだ切ってるからますます分からなくなったのかね。話的に、そう、話的にここ絶対なんか説明あったよなみたいな部分がバサッと落とされてるのがあって、うん、10分ぐらい、10分か20分ぐらいは多分そういうので切ってるなっていう感じだから、ね、だって最初多分2時間ぐらいあったね。うん、まあ、2時間でも、まあ、マーベルの中では短い方だよね。まあね、まあ、なんかいいところもあったかな。はい、そうですね。猫は良かったです。猫は良かった、猫は可愛かったですね、うん、可愛かったです。でもあの猫もさ、時々あれですよ、あの最初の時とか結構食ってたりするとかしてる。うんうんうん、うん、今回急になんか吐き出す、口には入れるけど吐き出すってことになってて、それなんかお腹の中にキープできる、そうそう、え、そんな能力いつの間につけてたの、消化されたりしないのかなと思って。それはあるね、気がついたら消化されてたりしてと。え、あの原作ではどうなの、あんなことができるわけ。いや、知らない。あ、そっか、分かんないです。で、そんなに有名なキャラじゃないでしょ。あ、そうなの、ニャン、私の中では、あのテレビこの中では一番有名なキャラだったんだけど。フラーケン、フラーケン、猫じゃないんです、フラーケンっていう。え、怪物なんですよ。クラーケン、フラーケン、フラーケン、フラーケン、あ、クラーケンだったらハリーハウゼンでした、失礼しました。はい、はい、じゃあまあそんな感じで、はい、もういい、はい、はい、そんな感じで、はい、そして次はこれ、次がたけしさんの首ですね。首、首どうですか、首。いやいや、いやって、いや、面白くなかった。さっきあの割とあの驚愕の話がありまして。え、どの話？マキさん、あまり誰が誰だか分からなかった。あ、あのすいません、恥をさらすようで、そんなやつがこんな映画見てんじゃねえよとか言われそうなんですが、その戦国時代のことをよく知りませんで、ね、私は日本人でありながら。いや、まあ日本人でっていうかさ、ヤナちゃんがそんなマキさん、なんだっけ、国民 NHK、 大河ドラマ、大河ドラマ、大河ドラマとかで 毎回やってるじゃん、幕末、戦国、そう、幕末戦国ですかね、それやってんじゃないって言われたんだけど、私の、大河ドラマの歴史は風林火山で終わってるもんですから、もう全然わかんないんですよ。だから幕末も全然わかんないのよ。とか、日本のことがよくわかんないって言った方がいいのかもしれない。まあ、これはね、あれです。あのね、男の子がなんか好きすぎるんですよ、この時代の話を。無駄に好きでしょ、みんな。なんでなの？わかんない。あのテレビブロスの編集長も好きなんですよ。好きな、戦国好き？もう大好きですよ。なんで、ね、本当にね、男は戦国と幕末が好きでしょうがないなって。え、なんで？司馬遼太郎のせいじゃないの？うん、あ、司馬遼太郎編集長好きですよ。やっぱりそうですよ、司馬遼ですよ、司馬遼。私も昔読んでましたけどね、うん、普通に、うん、まあ、でもさすがにそれはもう卒業。もう、まあ、なんかそういうの見たことなくて、うん、私が唯一見たのは原田雅人の関ヶ原っていうのを見て、はい、ってちょっと思ったんですよね。まあ、皆さん何を言ってるか、ちょっと日本語がよく聞き取れなかったってこともあるんですが、まあ、いろいろと、え、このくのいちのキャラクターは何なのとか、もうなんか分かんないことだらけでしたね、あれも。僕はあの最近割と中世の日本の、うん、まあ、歴史書じゃないな、何だろう、まあ、あの歴史よりもそのなんかあのどういう社会だったかみたいな話の本が結構好きで、はいはい、うん、結構時々読んでたりとかして、うん、やっぱ面白くて、うん、あの頃の人たちって今の人間と全くメンタリティが違うじゃん、はいはい、でもあの反共人みたいな、半分こいつら頭おかしいんじゃないのっていうぐらい、こうやったらメンツにこだわるとか、 あとそのメンツにこだわってその復讐
報復合戦をするとかね、まあ、仇討ちの世界、仇討ちでもなく、仇討ちでもないのよ、うん、仇討ちってその個人的な恨みをする、そうじゃなくて、うん、メンツなの、つまり自分たちのその、集団に、うん、あのなんか署名かけられたとか言ったらあいつ殺すみたいな、そういう、あ、命が粗末に扱われてる、命が安い時代だから、うん、そういうそのメンタリティが全然今の人たちと違って、え、ちょっと待って、それは一般の人たちもそうってこと？もちろん、あの武士とかそんなんじゃなくて、武士は武士ではもちろんやる、うんうん、一般人は一般人で、その村と村の争いが戦争になったりするわけよ、水水源をめぐっての争いとかで、うん、二つに分ければいいじゃんっていうね、分け、もうそれメンツで、メンツが分けられない、分けられない、あ、やっぱ近代じゃないね、そう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 いうのがね面白くて、だからそういうのがあるんで結構あのこういう話とかは好きだったりするんですけど、うんうん、まあ、今回そういうのじゃないですからね、これはね、うん、全然、え、なんかどういう話にしたかったのか、まあ、よく分かんないんですがそのおそらく私の想像で言うと、その戦国武将のこのいがみ合いじゃないけど陣取り合戦みたいなやつは、そのまあ男色家の人たちで、うん、裏戦国時代があったみたいな、うん、ね、いうふうにしたかったのかなと思うところもあるじゃないですか、うん、だけどそこも半端なんだよねまあね、もう私あの私が唯一わかる織田信長もうこの人の演技とか見てると頭がこういやこれもうずっと叫んでて、キャー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 叫ん、うん、ずっと同じトーンで叫んでて、なんかもう頭が痛くなってくるような感じで、いやこの映画さ、あの何がすごいって、あの演技が全員バラバラじゃないですか、全員、そう、あの西島君とかすごい真面目に演技をして、あの人は一人だけ真面目にやってたよね、一人だけ真面目で、カセレオは俺はお前だけだとかそういやちょっとこれ怖いんだけどみたいな、カセレオはなんかそれキンキン言ってるしさ、そうそう、カセレオピュッキンキン、またそのたけしと、あの、あ、そうそう、 あれとかは この、 あの妹弟ね、それと、はいはい、あの黒田官兵衛ね、朝とかは、そう、なんかあれはほぼあの何たけし軍団みたいな、そう、たけし軍団、なんかクス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 笑いながら、ギャグをギャグをずっと延々とやってるって、ね、でレイドバックしちゃって、うん、だから全然それあれ多分演技をさ、あの統一してない、てか演技指導してないでしょ、あれなんか勝手にやらしたのかねこれ好き、あの多分好きなようじゃないけど、こういう風にやってくれって言って、その通りにこんな感じですかって言ったら、多分あ、いい、それでっていう、そういう感じなんじゃないかとしか思えない、本当にだから統一しようっていう気がないんだよね、でもそう、でもそれってさ、ある意味うまいこといけば今までないや、ちょっと奇妙な面白い映画になりそうだけど、うん、なってないとこがすごいよね、全然、これで OK ですかね、これで OK だからな、いやー本当面白くなかったわひどい、いやまあね、いや一応腐女子なんですけどね、腐女子でも全然燃えませんでしたね、むしろなんか萎える方でなんかでも本当にそのキャストが老人ばっかりでやばいなと思いましたね、あ、ジャニーズがいないから、あ、いやないジャニーズが、これジャニーズでこれやったらいろいろ問題なんじゃないですかね、あ、やばいね、いろいろ問題がねあると思いますけど、はあ、そうか、うん、まあだから、いやだから僕はそのね、このキャスト結局たけしの映画って言って出てくれる人たちってこういうキャストなんだなと思って、やっぱもう若い人の方にはたけしのご意向は通じないのかなとか思って、てか全然その俺の知らないさ、よく知らんけど、なんかそのお笑いの人がいっぱいいるわけじゃないですか、世の中には、うんうん、でもお笑いの人出てたじゃん、出てるけど俺の知ってる人しかいないじゃん、俺が名前を分かる程度のっていうのはもういい年ですよ、みんな、あ、私も分かったよ、名前知らないけど顔だけは知ってた、みんないい年だってことですよ、これ40、50ですよ、あ、そうだね、20代の人とかいないでしょ、この映画、あ、あ、森蘭丸やってた人は若いんじゃない、あれは若いと思いますけど、でも全然顔を見えてないよ、誰だか知らない、なんか私森蘭丸、私の想像する森蘭丸とは違ってましたよね、うん、だってどう考えたっておこしおさんなわけじゃない、はいはい、だけど大きさが織田信長よりでっかいからね、
それは受けと攻めがうまくいかないのではないでしょうかとかさ。そんなことはないんじゃないですか。そうですか。それは大丈夫ですよ、うん、そうなんですよね、うん、まあ、だから僕本当に、うん、なんか半端だったねなんかひどい。いやいやいや、ひどくないよね。いや、あれね、これ笑っちゃったでしょ、今回このゆなちゃん、そればっかり言う。いや、これ本当面白いんだけど、これは本当に笑いましたね。どこだ、私が面白くないって書いてこの、いや、あの映画紹介でね、星取り表で星取りがあるんですけどね、ブロスの今月号の。これであのマキさんが一言と面白くない見出しに面白くないってすごくないですかでもほぼ全員ボロクソに言ってて大変でした ね、うん、まあ、それはしょうがないよな。だからカタルシスがなかったしね、うん、でこう戦いのシーンも、まあ、それにも書いたんだけど、やっぱたけしの暴力描写ってあんまり、あの日常の中から突然パッと暴力が出るのが怖いじゃない、はいはい、だけどこれ日常がずっと暴力なんでその特性が なんかこう出てこないんだよね。なんかその、まあ、様式的なね、うん、あの時代劇じゃなくて割とこう泥まみれの汚いところを見せるみたいなことをしたかったんだろうとは思うんですけど、うん、まあ、別にねっていう、それもそんなに新しくないですし、正直、うん、それ自体はね、うんうん、良いところ、良いところ沈黙しちゃったよ良いところ、ね、まあ、うん、キャストが豪華だとかそういうことじゃないですかね。あ、キャストが豪華だな、老人ばっかりとか言ってますけど、老人ばっかりだけど結構ちょっと前なら豪華なキャストですよ、これは。そういや、そうでしょ、多分。あ、そうでしょとか言って、ハリウッドスターが最近いっぱい出てましたから、ね、ハリウッドスターって誰が出てる。いや、浅野忠信とか。あ、浅野忠信ね。たけしだって向こうに行きゃね、昔だってなんだっけ、ウィリアム・ギブソンの芸出てた、うん、あれにも出てたじゃない、この前の広角だって出てた、日本語喋ってたけど。確かに確かにじゃねごめん、なんかいいとこ見つけられすみませんまあ、いや、低レベルの視点も持ってるにもかかわらずよ、腐女子というねえ、うん、あのえ男男色描写とかはもう全然ダメですね、気持ち悪いだけでしたねすいません、まあいいです、はい、そんな感じで、そんな感じで、はいはい、はい、じゃあ次、これいきましょう。はい、リドリー・スコットのナポレオンです。一番語りたい映画、はい、私は今回の4本の中で最も好きな映画で、まあ、12月1日でまだ公開されてないんですが、これからなんですが、まあ、リドリー・スコットの偏愛に満ちた映画というのが私の解釈なんですよ。偏愛って何に対して？戦いシーンをずっと撮りたかったという戦いシーン頑張ってたみたいですね。え、戦いシーンはね、なんか本当にうまい水の中落としてたんでしょ。なんだっけ、アウステリリッツの戦い、ね、うん、あのシーン、あの戦いかっこよかったね、うん、あそこだけ何度も見たいと思った。ワーテルローとアウステルリッツの戦いがとてもかっこよかった。なんかそのナポレオンの人生というか人物像に肉薄する映画だとやっぱ思っちゃうじゃないですか、まあ、タイトルもナポレオンだし、まあね、うん、でポスターパターンも、うん、あの彼が一人であれしてるから。でも蓋を開けると戦いしかないわけですよ、まあ、でもあとやたらとラブレター書いてるっていう、あラブレターね、あれは有名だから、うん、なんかラブレター書いてんだけど、じゃあそのラブレターがすごくなんか意味があるかっていうとそうでもなくて、なんかそのキャラクター肉薄するっていうよりもリドリー・スコットが彼に目をつけたのは61もの戦いを指揮してるってとこにビビットに反応したんじゃないかと私は思ったの。いや、なんか僕はやっぱりあのやっぱイギリス人だからキューブリックがやりたかったの、キューブリックのナポレオンって有名、いやキューブリックのナポレオンって有名な、その多分史上最も有名な
作られなかった映画、まあ、そうですね、うんうん、でやっぱりだから当然それであれはもう完全にその何を当時キューブリックに何をやろうとしてたかっていうか全部もうインタビューも残ってるしね、あるし、うんうん、本とか本当当時の資料とかキューブリック集めた資料とか、うん、プロダクションデザインとか全部するのあるからあれも本になったりとかして出てるじゃん、うん、いやあれはあるんであれをちょっとやりたかやっぱ見てるとやりたくなるじゃないですか、うん、なんか今度やるあのスピルバーグがでやるとかいう話があるみたいですけど、あるみたいですよ。何を？だからキューブリックのナポレオン、あのそれはやめ、ホドロフスキーのデューンみたいな感じでキューブリックのナポレオンっていう映画をスピルバーグが撮るあでも戦争シーンだけやりゃもう十分じゃない？だってキューブリックのちょっとあれ生まれた時からやるってんでしょ？うん、そうそうそう、生まれた時からやるのよ、うん、あれ。そう、今回もそうなるのかなと思ったら意外とそうでもなくて、そのでしかもその、あの王妃ジョゼフィーヌに、うん、への求愛も結構なんかおざなりとは言わないけど、うん、そんなになんか割とねっていうか、なんか2人の関係性がどうだったかっていうのもそんなよく分かんないから、あれでなんかジョゼフィーヌがなんかあの欲得づくとは言わないけどそんなに惚れてた感じでもない、まあ、全然惚れてた感じじゃないよね、うん、なんか生き延びるために結婚したぐらいな感じでしょ、うん、だからそこら辺の夫婦の関係も、まあ、よく分かってないんで、よく分からないので、やっぱ戦いが描きたかったのと、まあ、あとバリー・リンドンみたいな撮影してみたかったみたいなね、はいはい、なんかあのいわゆるろうそくだけで撮るっていう、うん、だから私はもうこれ撮った後は次はもう空軍大戦略だろうと思ってるわけですよ。かっこよくないですか、 陸でずっと戦った後は今度空に飛んでってドッグファイトする、ね、リード様のドッグファイト見たいなそう単なる希望、うんうん、なんかそのさ、だからナポレオンをねキューブリックやりたかったっていうのは分かるんですよ、うん、あれあのなんかやっぱりやりじゃないですか、ナポレオンって世界征服しようとした人じゃないですか。てか一人でほぼ世界征服した人、独力で。おう、そう。で、うん、ナポレオンが多分最後なんですね。個人の力で世界をなんとかな、うん、できるみたいなのは、うん、多分ナポレオンが最後で、ほうほう、あとはもうその何、国の力にな、国の力だったり兵器をどうするかとかそういう話じゃないですか。あ、まあだからナポレオンから戦い方がもう変わったからね。そうそう。うんうん、もうっていうのがあって、でもっともっとあとはね、第一次世界大戦でも全然英雄のいない戦争になっちゃうわけで、うんうん、だからそれを、まあ、要はキューブリックってさ、そういう意味ではその古代妄想郷だから、自分でそういう世界を征服する人に興味があるっていうことだと思うんですね、うん、世界をキューブリックは世界を一つの世界をこうじゃん作り上げるみたいな、だからリドリー・スコットってあんまりそういうタイプでもないと思うんで、でも世界を作るのが一番好きだって言ってたよ、うん、だからSF が好きなのは、うん、SF が好きっていうわけではなく世界を一から作れるでしょ、うん、そこで SF が好きっていう、世界を作るのが目的で、うん、手段として SF なのよ。なるほど。だから SF ファンっていうわけでもない割には SF 以上に作ってるんだけどさ、うん、でもそれはきっと世界を作れるからだと思う。だから今回もそういう世界、まあ、今回のこの映画での世界っていうのはそのバトルなんだと、リドリー・スコット的にはね、だから61回行ってる中の有名な戦いだけピックアップして、それのアラカルトをこうずっとこう詰め込んで、まあ、2時間38分の映画にしたっていう、だから戦いに次ぐ戦いなので、やっぱ そこでやっぱ退屈する人も結構出てくるかなみたいな。まあ、なんかその勝つ戦いって負けるのはいいんですけど、まあ負けるのもそうかな、なんかどこが決定的にこのせいでこう負けたとか勝ったとかっていうのがと分かりにくくないですか、この映画、うん、やっぱそのイギリスの法人が強かったっていうねあれ本当らしいんですけど、ああワーテルローのとこ、あいや、うん、アウステルリッツ、アウステルリッツ、はいはい、ワーテルローか、ワーテルロー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 、あれは本当らしいですよ、ね、うんうん、法人が強くてあれは砕けなかった。でもあれは基本的にはあの戦争負け、あの戦い負けたのって要はそのドイツの、あこういうこと言ってるとネタバレって言われちゃうのかな、えでも歴史の話だから全然いいんじゃない最近ね歴史の話でもダメらしいですよ言うと、
え、なんで？なんかあの信長が本能寺で死んだとか言うとネタバレすんなとか言われる。それ無知な私でさえも知ってる。ネタバレだな、歴史的に。あ、そうか、これまだ公開してないからね。まあ、そう、今度は勝ってるかもしれない。ひょっとしたらナポレオン。あ、独自の解釈でね。そうか、ちょっと怖いね。いや、まあいい、もう負けました。バテルロで負けるんですよ、ナポレオンは。そう、負けるんで、あのウェリントンに負けるんです。そうそう、あれはでも、そのなんか要はドイツ、プロイセンの援軍が、うん、あ、来なかったからね。いや、間に合っちゃったから負けた。あ、そうだ、彼らが、そう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 、間に合ったから負けちゃったんだよね、うん、っていうのがまあメインで、うんうん、要は最初にあの短期決戦で来る前に、うんうん、あの勝負をつけてたらどうなったかわからないんじゃないかって言われて、まあ、確かにね、うん、でもあの伝令飛ばせる、飛ばすじゃん、あっちこっち伝令の映像がたくさんあって、はいはいはい、うん、で伝令の人たちって馬2頭で行ってるのがすごい新鮮だったね。乗り換えてね。そうそう、乗り換えてあの行くの。だから今まで伝令って、ね、普通1台米、はいはい、あ1頭だけ行ってたのに、わあきっとああいう映画見ながら本当は2頭なんだよってリド様はいつも思って、俺の時は2頭にするって決めてたのかなと思って微笑ましいなとファンの私は思うわけですよね。うん、だからそれで言うんだったら一番最初、あ、こんなに話していいんだろうか、いやいやネタバレに、ネタバレ急に切り始めた。ちょっとマリー・アントワネットが、はい、あギロチンで殺されるって、はいはい、みんな知ってるよね。それはみんな知ってるから大丈夫。ベルサイユのバラでもやってましたからね。そうね。でその時に、まあ、マリー・アントワネットがその ギロチンのとこまで運ばれていくんだけど、はい、そしたら髪がこんなこう綿あめみたいな髪してて、まあ、本当はこうツルツルでこう刈られてたらしいんだけど、うん、でもビジュアル的に面白くないからきっとこうやって、でそれで首をこう突っ込むわけですよ。そしたらそれを微調整するのがすっごいいやらしくって、いやこの微調整は怖すぎると思ったけど、とってもリドリー・スコットらしいなと思って嬉しくなったってだけの話です、いません。冒頭のところで、冒頭のところで、なんかそれあの、あれは違うんだよってなんか歴史家の人かなんかに突っ込まれて、え、違うの、あれって微調整しないってこと。いやいや微調整じゃなくて、だからマリー・アントネットのあの処刑はなんじゃなかったっていう話、うんうん、あ、そう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 、なんか突っ込まれて、それに対してあのリドリー・スコットがいいんだよ、んなことはどうだってって言い返したっていう、まあ、そう、どこが違うんだろう。いや、なんかいろいろ、そのすみません、その髪型とかそういうのが違うんだっていう話。あ、髪型はね、うん、それはでも分かってやってたみたいよ。もちろんそう、だってビジュアル的にツルンツルンの髪でやるよりもあの方がね、かあの絵になるんで、そりゃそうだよ。そんなとこを突っ込んでんじゃねえ歴史家なんちゃって。そうです、あのリドリー・スコット会った時はどうでした。今回はインタビューしてないんだっけ。してない。今回してない。何度も会ってますよね。すっごい何度も会ってるけど決して覚えてくれないのはマスコミに何の興味もないからです。うん、そこがリード様の面白いところで、だからリドリー・スコットはこっちが欲しい答えをあんまりくれない。うーん、それでなんていうのかな、サービス悪い、サービス悪いっていうか、なんかぼーっとしてるんだよね。おじいちゃん、それで、うん、なんかエクソダスの時にあの、まあ、101をやらせてもらったんだけど、うん、それであれ、まあ、10回じゃないですか。だからまあ10回ってほらセシル・ B ・デミルが2回ぐらい作ってるよね、はい、だからあ私が思わず、あセシル・ B ・デミルっていうか誰だっけあのおっちゃん、10回やって、あ、じゃあそう、チャールトン・ヘストンが出てる番ですとかって付け加えたわけよ、うん、そしたらチャールトン・ヘストンという役者はとか言うえ全然関係ない。そこを拾ってくるよ。そこを拾ってくるのよ、うん、でチャールトン・ヘストンのあのエル・シドって映画があったんだけど君は見てるかねみたいなさ、うん、だからあ見てますって言って、おおそうかあれはねとか言うとこう全然違う映画の説明を始めるわけよ、
で、いや聞きたいのはそれじゃないんですよねって言うと、あそうかそうかって言ってまた違う話になるんだけど、それもちょっとずれてるみたいな感じで、なんかこれはそのこう目、単におじいちゃんがおじいちゃんボケてないですか、大丈夫。いやボケてるとは思えないんだけどね、だってあんなしっかりした映画撮るんだからさ、うん、わざとやってんの、わざとなのか、あのねインタビューの内容をよく聞いてないんだと思う早い話がだから質問の内容あんまり興味がなくて聞いてなくて、言いたいことしか言わない、言いたいことしか言わないんだと思う。だからなんかブレードランナーの話なんかもいる、まあ、ブレードランナーの話はよく聞かれるせいもあってすごいいろいろ話してくれるんだけど、なんかみんなから汚い、公開された時は汚いとかうざいとかもうみそくそ言ってたくせに今じゃかっこいいとかスタイリッシュとかよく言うよとか言っておじいちゃん怒ってました同じ人が言ってるわけじゃないと思うんですけどね、同じ人が言ってるわけじゃないと思うんですけどね、同じ人って、いやだからその公開時にあの汚いって言ってる 人とあれが映画史上のクラシックだって言ってる人は同一人物じゃないと思うんですよ。いやまあそうなんだけどその時でも公開したほら日本だったら3週間でこけて終わったじゃん、うん、で私はその時見に行ったんだけどさ、でパンフレット買って、うん、その時のでそれ会った時に、あリトさんまあこれにサインしてくださいって言ってサインしてもらった、うんうん、もう懐かしいものが出てきたのとか言ってそこにサインしてくれた、もう幸せです。あでもそんな感じのおじいちゃんなのであんまり緊張感はない、あこう人にあんまりこう緊張させるみたいなところは全然ない、うん、一番緊張させるのはデビッド・フィンチャーじゃないあそうフィンチャーでも結構平気じゃない、まあ、でも変なこと言ったら怒られそうだよ。いやなんかデビッド・フィンチャーはねインタビューするとねいい質問をするとすごい乗る気になって時間も増やしてくれるのよ、うんまあ、この前やった時も20分か40分とかにやってくれていいんだけど、くだらない質問一発やるとねもう人の足元見ちゃうみたいな、シャッター閉じるみたいな、このインタビュアーは10分でいいなみたいなこう寝踏みをするタイプなのよ、はい、だからあんまりちょっとこういい質問ができればいいけど、そうじゃなければなかなかハードルが高いかなって感じ。まあ、あのいつもいいのはスピルバーグです。相性がサービスがいい。うん、サービスもいいし、サービスがいいっていうかさ、まあ、あの普通に真面目に対応してくれて、そう真面目にちゃんと対応してくれて、うん、なんかあの人から聞いた話なんだけど、うん、なんだっけあの時。まあなんか日本人テーブルみたいなとこやってて、はいはいうん、そしたらその中のインタビュアーの一人がスピルバーグに、うん、あなたのバックトゥーザフューチャーが大好きでしたって、ねはい、言っちゃったわけですよ、うんはい、そしたらそこにいたみんなはええー、ってさそれはもちろんロバート・ゼメキスなんで彼はプロデュースだけだからなんか一瞬ドキッとみんなしたわけよ。そしたらスピルバーグはわあ嬉しいな、それはね僕がプロデュースで僕の友達のロバート・ゼメキスっていうのが監督と脚本を書いてるんだけど彼がすごく喜ぶと思うから後で伝えとくね、もうこの神よさいない神よさいないね神ですよいやいやいやねっていうのは非常に印象的でしたね。まあそれは私は目撃してないんですが、そういう語り継がれて語り継がれ て、ね、そうそういいやつ伝説、はい、まあいいやつっていうか、まあ、よさいないな、さすがだなっていう。でもこんなこと言ってゲームの話になるとすごい熱くなってゲームいかに俺が好きかって話をするけど私は全然ついていけないまあそれはいいんです、はい、すいません話は飛びましたね。まあ、うん、あでも好きなのはリドリー・スコットですまあね、おじいちゃん頑張ってますよね。頑張って84歳、これ84歳が撮った映画に見えないよ、ね、だってなんかイーストウッドの映画はその年撮ったかなって感じしない。ウーストウッド93でしょ今、まあ、93だけど歳違う。でも84歳の時の映画って何でしょう。分かんない、何ですかね。あれグラントリーのあたり、いやもあれもっと前じゃな い、 かんない。グラントリーの前か、そんなことないかな。グラントリーノの時に初めてインタビューした。
インストウト、うん、パリでした。へー、インストウトすごく良かったよ。その時もそのあのスタッフの方に背を向けてたから、うん、ずっとずっと喋ってくれたこっちがこうスタッフの人たちがもうそろそろおしまいって言うんだけど、うん、彼には目が入目に入らないからこれはいい席だったなみたいな感じ。インストウトさすがにね最近はちょっとお年寄りの映画っぽくなってきましたけどね、うん、これ全然お年寄りの映画な感じしないもんね。全然しないよね。で次があれでしょ、グラディエーター、グラディエーター2でしょ。まあでもグラディエーター2はどうなのかな。1はそんなに実は好きじゃなかったんで、1はちょっと今度の2は、だからそれ作ってる暇があるなら空軍大戦略作ろうよっていうのが私の意見でございます結構大変じゃないですかねそれは。いやだってあれ昔のラジコンとかでよくあそこまで撮った2時間ちょっとの中の半分がドッグファイトよあれ。空軍大戦略は何やりたいって言ってんの。いや前出たのよ彼の企画として、はいはい、彼の企画としてそれのリメイクっていうのが出たのよ。だからもう役者がもうローレンス・オリビエなんかいないからさ、はい、もうマイケル・ケインまだ生きてるから出すとかさ引退しちゃったよマイケル・ケイン。あそこ引退しちゃったかマイケル・ケイン、ね、じゃあほらあのカンバッチ君とか出るじゃん。カンバッチ ね、うん、まあ、ね 今回もねあのルパテバル出てましたね。出てたね。ウェリントンだったね。いい役だってね。そう嫌味っぽいところがぴったりだった。はい、まあそういうわけです、はい、なんでこれ2時間38分あるんですが結構あっという、これはあっという間です。特に後半盛り上がるんで、そう、もうか、もう盛り上がりまくる。後半盛り上がるんであんまり長さを感じない。長さ前半があれでも関係ないっていう、それは結構なるほどと思いました。やっぱり後半になってくるとだんだん盛り上がってくるんで、あとは長くても大丈夫っていうね。でなんか噂によるとリドリー・スコットのディレクターズカット版は4時間近くあるらしいんだけど、まあこれ Apple TV で配信で見られるんだよね。だからリドリー・スコットって自分の作品をそのファイナルカットにそれほど執着しないんですよ、うん、映画を作ることが最大の目的なんで、そのために作るためにファイナルカット権を、まあ、誰かにプロデューサーに譲らなきゃいけないって言ってもおそらく OK なんだと思う、うん、でその代わりにブルーレイとかそういうのでディレクターズカット版を出したい。なるほど。出されればいい、うんうんうん、出せればいいわけだけど、今回はほら配信じゃない、うん、だから Apple TV でそれが見れるから、なるほど、そういう意味じゃこう味を占めたんじゃないかと思って、あこういう手があるなって。またやる、えまたやるんですか。まただってこれ1億3000万ドルで作ってんだよ。いやね、すごいよね。見えないよね。だからすごいなって、お金の勘定もちゃんとできるさすがプロデューサーだからデジタルとやっぱりすごい向き合ってるからうまいんだろうね。2億3000万ドルぐらいの映画に見えて、あのフラワームーン反対に2億3000万ドルぐらいかかってるね。まあいいや、まあそういうわけでした、はい、今日の4本の中で唯一褒めたくなる映画でしたはい、はいはい、そしてですか、はい、で最後の1本これです。ゴジラ、皆さんお待ちかね、ゴジラマイナス1マイナス 1.0 マイナス1って言うんだ。マイナス1、なんか大ヒットしてますよね。あ、なんかね大変評判もよろしいようで、うん、なんか聞くところでは文句言ってる映画評論家は我々だけだとでもなんか言われたのよ、うん、なんか評論家の連中、確かに僕誰もでも僕の周りで褒めてる人はあんまり合わないんだけどな。ただまあ映画評論家友達いないっていうのは事実です。僕、うん、私もいないわけよ、うん、だからかな。私の友達腐女子系しかいないもんだからそういう人たちやっぱゴジラ見ないよね。まあ見ませんよね別に。これね、うん、佐々木蔵之介となんかの神木くんのみたいな、そういうない、ありえないそんな気持ち悪いこと言わないいやいやいや、わかんないよ、女子の人の求めてもよくわかんないからさ。いやもうちょっとね、うん、悪いけどなんでゴジラが永遠のゼロと会わなきゃいけないのかよくわからないっていう映画だったのと
なんかその永遠のゼロももうこれでもかこれでもかってもう泣かせようとしてるだけの映画だったじゃん、もう最初から最後まあ、まで。泣くのっていう、そもそも、もう今回もなんか泣くらしいんですけそう、ど。だからこれみんな褒めてる人全部泣いたって言うのいよ。やー、俺その泣くっだからていうのがよく分かんなくてな。泣いたイコールいい映画っていうこの間違いを皆さんちょっと気づいた方がいいような気がするんだけど。それももちろんそうなんだけど、うん。これでどこで泣くの？いや、わかんない。泣け私んの、も、これで。だっいや、ほてら。永遠のゼロですら泣かなかったんだからさ。泣く日も、N0 で泣くやつも気持ち悪いと思うけど、俺。いや、気持何ちが悪泣いくよ。のと思って。私はあれ試合、東宝の試写室で見たとき、隣のお姉さんがもう、もう、嗚咽してマジですて、いや、もう出て行きたくなったぐらいだから、私、ちょっと、いや、このお姉さんとは一緒に映画見れないとか思って。恐ろしいな。いや、私には分からないですけど、まあ。それで、やっぱりなんかみんな演技がひどい。主演男優賞ゴジラくんですよ、この映画で。ゴジラがね、唯一抑えて演技したんそですよね。う、抑えて演技しゴてジラだけて、はね。顔もみんななんかすごかったもんもうな。ほんとね、頭がクラクラするぐらいひどくて、なんいかや、学芸会なんだよね。俺一番すごいなと思ったのは、なんだっけ、神木くんがさ、うん。悪夢を見てさ、もうあちこちで言ってるんですけど、悪夢見て、なんかうなされて、バッと起きて、うわーとか言って、浜辺美波に抱きついて、このシーンあったっわけ？ざわざよしよしとされるシーンがあるんだけど、うんうん。どこでこんな演技覚えてきたんだと思って、こんなのだって絶対さ、スタースニスフラフィスキーシステムで教えないじゃん。あんな演技って、他の映画でも見ないしさ、あんな演技する人いないよなと思って、どこで覚えたんだろうこれ、不思議なんですよね。ていうか、おそらくこのななん、山崎さんっていう監督、山崎監督っていうのは演技指導ができないような気がするんだよね。怒鳴ることしかないからね、そう基本そう的に。そう。だからなんかいつもこの演技でいいの？っていう感じをみんなずっとやってて、ただその自分の中に正解がないんじゃないかと思って。あるでしょ。あんの？全セリフを全部怒鳴るのがいい演技っていう。彼の？いや、そうだって、だって三丁目の人が見てない。見たけどあんま覚えてないみんね。なこれ、全部これですよ、演技。え、全部これなの？ほぼ全部これですよ、基本的に。もう役者としてはやりやすいよね。わ かりやすい、わわかり かやりやすい。いすい。や、本当に安藤サクラとかバカみたいですごかったなと思って。いや、安藤サクラって別に私はうまいから。いやいや、あの人はちゃんとした演技できるそう。人ですよ。だけどもう最初出てきて「あんた生き残りで」っていう時にこの典型的ないかにもありがちな演技に安藤サクラも下手になるんだと思いっやいたや、からそう、ね。誰でもね、やっ誰ぱでも下手になれるというすごい。すごいマジックだよね。マジックなのかな。本当にだから、神木君だって別にあんな演技ばっかしてるわけじゃないと思うんですよ、普い通や、に。だってあれ、部活やめるってよっていう時はいはい、もよかったよ。あ霧の島。霧島部活や今月の秘宝頑張ってんじゃんっていうやつね。 あんな時とかよかったよ。それとか声優やってる時も「芋は嫌いじゃ」とかすごい好きだったよ。でもあとこの女優さんがね、浜辺美波さん。もうなんかこの神木隆之介と浜辺美波が一緒に住んでる空間がお花畑でさ、生きてるような生命感がこうなんか生きてる感じが全然しないんだよね。で、子供もいるんだけど、生活感がないですせ、よあ、ね。そうそう、あ、ごめん、そういう言い方すればいいね。生活感がゼロなのよ。だから生きてる感じが全然しなくて、なんかおままごとしてるような感じで。この彼らの2人の疑似夫婦の関係性っていうのもよく分かんないまま最後まで行って、最後ね、子供散らかしてわーとかって抱きついて「え、それいいんですかお父さんとして」みたいなさ、になっもうおち父ゃさんじうの。ゃないって言ってるまあお父さんじゃないんだけどさ、って感じだったから、なんだかなーみたいな感じでなんしかたね、ね。まあさっきもちょろっと言ってたんですけど、まあ2人って結局その男女の関係じゃないんだよねっていう。だから PTSD PTSD だったんでしょ、まあ神木君は。まあ
多分ね、うん、まあ言わないですけど、もその割にはそんなに苦しんでる、まあ、その悪夢を見て飛び起きるぐらいの、うん、まあ、でもきっとできなかったんですよ。いやそれはね、あの剣だからね、股間が剣だから、股間が剣な人は、股間が剣だから、いやだからやっぱそこら辺をちゃんと描かないのが日本映画のなんかまずいとこだよ ね、うん、まあ、ね、生活感が絶対全然出ないところで、そういう生々しいのは多分山崎監督のお好みではないんだと思いますよ。それは多分今のお茶の間の人とかには見せられないと。え、なんで？すごい僕この映画をねボロクソにこうやって言ってんじゃないですか、うん、でボロクソにって言われるのは、一つは、怪獣映画なんだからいいんだと。何でか分かんないけど怪獣映画に関してはそうこういうあの、まあ、いろいろね、このあるかいみたいなゴジラ映画なんてツッコミをいろいろしてたわけですよ、うん、これいろいろ言いたいことあるんで、うん、それに対して、まあ、これは怪獣映画だからいいんだ、うん、ゴジラ映画だからいいんだっていうね、ゴジラ映画に関してはそういうその事実関係というか、なんで GHQ は出てこないのか、米軍は出てこないんだみたいな、うん、そういうツッコミは無粋だからするなというのが一つ、もう一つはその、家族なんていうの、ファミリーエンターテイメント、うん、誰もが見られる、うん、だからいいんだと。あ、そういう描写がなくてもいい。そうそう、で 人が死ぬシーンとかが残酷なシーンがないとか。え、なんか食ってなかった。まあ、でもかまで甘神です。あの甘神っぽいっていう。あ、ジュラシックパークじゃなかったんだ。違う。だそういう、まあ、残酷シーンもそうだし、うん、そういう描写とかに関してもそれはファミリーエンターテインメントだから、うん、そういうのは あのやりたくたってできないんだと。ああ、エクスキューズがあるわけね。あるんだよ。でも俺はよく分からなくて、ファミリーエンターテインメントってそういうのはダメなんですか。それディズニーさんに聞くのが一番いいんじゃないですかね。いや、いいんじゃない。もともと普通に昔の日本映画だったら普通にあったと思うんです、うん、全然、うん、最近だけじゃない、そのこと言うの。それわざわざ、しかも作り手が何も言ってないのに見る側が忖度して、あ、そうなの。ファミリーエンターテインメントだから、その読者とかさん、読者さんとかから、うん、これはファミリーエンターテインメントだからそんなことはないんですよって言われる、そういうシーンを入れるところは言うことはありえないですみたいなことを言われるわけよ。え、それ本当のこと言ってんの。え、何本当のこと。そういう話があるの本当に。知らないよ、それ俺は聞いてないから、うん、でもまあこれはファミリーエンターテインメントなんで、うん、そういうあの、変な描写はない。それ別に変な描写じゃないじゃん。それを変な描写って言ってしまうのが変なんじゃない？ねえ、うん、そう思いますけどね。だからなんか結局リアリティのあり方ってそういうことの積み重ねなわけじゃない？なんか別にゴジラがすごくリアルだったとか言うんじゃなくて、そういう生活のなんかそういう積み重ねとか、もうそれこそセリフ回しとかそういうことをこう積み重ねていくことでリアリティが生まれていって、はい、うん、そのリアルにすることがイコールファミリーエンターテインメントじゃないっていう感覚じゃないよねと思うんですけどね。だからそれはなんか価値観が間違ってるような気がするね。そういう声は結構なんかぶつけられるな、この映画に関しては。だからこの映画で泣いちゃってる人はそういう価値観なんじゃない？まあ多分ね、うん、まあ、泣けるっていう、これでどこ、本当に分かんない、どこ泣けるんですかね。いや分かんない。私も全然泣けなかったんで、あの笑いはしたけど、ドラ泣きの時も本当に、ね、ドラ泣きって何？ドラえもん、あの山本隆史のドラえもん、スタンドバイミーってやつ。そうそう、スタンドバイミー、ドラえもん、うん、見た。あれがドラ泣きですよ。ドラ泣きってコピーで使ってたの。全然知らない。ドラえもん見て泣けるみたいな。え、全然知らない。泣こうって、むしろ泣いてくださいって、ドラえもんを見て泣いてくださいみたいな、そういう。いや、ドラえもんはそもそも見たことないんでよくわかんないんだけど。なんか泣かせたい人なんだね。じゃあ山崎なんとかっていう人が、なんかね、うん、こんなんでね、玉ねぎ吸ってるような笑顔。玉ねぎ吸ってる。泣かせたいんだったら。あ、なんかそういう意味か。玉ねぎ吸ってる話ですよ。いやー、なんかもう本当嫌いでしたね。一言。一言。
ていうか、なんかこういうのでこうやったら泣くだろう、こういうだ、こうやったら泣くだろう、こういうエピソードで泣かせようとか、なんかそういうあざとさを非常に感じるよね、そう言われると。だから泣くとイコールいい映画だっていう妙な価値観が出来上がってんじゃない、日本の映画、日本の邦画って。なんかそれあれでしょ、あの CM でさ、うん、すごい泣けましたみたいな。そう、あれ何なの、知らない、あのカメラでね、そうそうそう、見ててみんなが寝て、うん、泣けましたとか言ったら、泣けるんだったら行こう、そんな泣きたいんだったら自分の人生振り返ればきっと泣けるとか言ったよ、ね、悲しくて、そう悲しくて、まずそこから始めてみるのはどうだろうみたいな。あと玉ねぎすればいいんですよ、玉ねぎすれば、玉ねぎすれば泣けるから。そうだからなんかね、私もこれ見てどこが泣けるのかよく分かんなかった、うん。いろいろね、突っ込みたいところいっぱいあって、うん、あるんですけど、まあ、あんまり言ってでもしょうがないんでね。一番と思ったのは、あのなんかさ、ちょっとこの前あのメグ2 あったじゃん、水圧の話ですか。そうそうそう、メグ2でさ、あの水圧舐めんなとあんた、ね、フロンガス舐めるなって。違うよ、面白い。だってさ、あのメグだとジェイソン・ステイサムがあの体操服すらつけず鼻から空気抜くだけで8000メートルとか歩いてたんだよ。ジェイソン・ステイサムは8000メートル、これゴジラが高らか1500メートル、1500メートルとか高らかです、2500メートルとか、うん、全然ゴジラがジェイソン・ステイサムでできるんだから、ゴジラがね2500メートルぐらいの水圧でどうにかなるわけないでしょうと。うん、っていうかさ、あれぐらいであのフロンガスだったよね、うん、違う、もう今の環境破壊のもといいんでしょうか。あの頃は良かったんですよ。あの頃はね、まあそれでフロンカス7つぐらいつけんじゃなかった、うん、え7つで沈むとかって思わない、あれをフロンカスで沈む理屈よく分かんないよ、うん、それ例えば15個つけるとかさ、あれはでも何、ゴジラは何もしなくても浮いてるってことなの。だからヤナちゃんに聞いたじゃん、立ち泳ぎ、どうやって動いてる、立ち泳ぎでね、どう考えてもあれ結構頑張って立ち泳ぎしてる、うん、だからなんかああいうあれもよく分かんなかったね、うん、あとなんかそのあの博士がいたじゃない、吉岡、はい、うん、あれすごいですね、博士で分かりやすいですよね、あの髪が、そうごめん、あれはあの爆発に実験して爆発失敗してバーッとなるやつでしょ博士、なんとか博士っていうと髪がチリチリっていう、分かりやすい。で、あの人が、あのね、日本は人命をあまりにも尊まなかったみたいなことを言うじゃん。だからまるで反戦映画のふりして、うん、その下から匂ってくるこの。まああれ、あの人たち言ってることでやってることは違うからさ。そう、もう右翼的な匂いがプンプンしてすっげえ気分が悪かった。良いところを挙げるとね、伊福部明の音楽がかかると矢が王でもちょっとだけ盛り上がるって、まあ、上がりますよね、ね、あそこだけ、うん、前のあの安納の時はシン・ゴジラの時はあれモノラルでそのまま使ってたよね、はい、うん、小林くんだよね前のあの、シン・ゴジラの時は伊福部さんの音楽を使うときはそのままモノラルで使ってたでしょ、ね、今回はモノラルじゃなかった。今回はなんかあれ、うん、あの新録音してるんだと思いますけど、うん、アレンジがなんかあの映画のアレンジじゃないんですよね。あ、そうなの。あの実際コンサートかなんかの時にやったアレンジを使ってるそうですよ。うん、だからなんかそこだけ盛り上がったね。そこだけあ、だからやっぱ主題歌って偉大だなと思うよ、まあ、主題歌をちゃんとあるのはいいなと思って、まあね、まあ、そこから抜けられないんでしょうがないんですけどね。いや、いいんじゃない、抜けるし、抜けたらもうなくない、いいところがなくなっちゃうじゃんそんなことないと思うよ、なんかあるんじゃない、いいところ。いや、でもゴジラ君は良かったんじゃない。ゴジラ君良かった、うんうん、ただゴジラファンからするとゴジラを見たくて言ってるのにドラマ部分を彼流に、そうなんですよ、ね、充実させたつもりでしょ、うん、で
そうなると結局2時間のうちのこう比重がゴジラの方が薄くなるから、私も見に行った時に、うん、まあ予告編とかでねゴジラがすごい、うん、結構迫力あるゴジラが出てくるぞと思って、うんうん、まあ、じゃあひょっとしたら今回はずっと山崎隆の映画とあんまり相性が良くなくて、うん、毎回見るたびにあのいろいろボロッソに行ってるわけですけど、うんうん、今回ひょっとしたら楽しめるかなと思って見に行ったら、うん、その神木くんの芝居が始まって、うん、うわこれゴジラ出てくるまで40分かかるやつだと40分間ゴジラ出てくるまでこれを耐えなきゃ、でもすぐ出たね、でもちっこかったよ、まあ、ちっこかったけど、うん、でもその後また延々と芝居が、うん、何なんだろうね、ちょっとね本当にこれを全部つまんでゴジラの出番だけで、うん、だって主演男優賞ゴジラだからねこの映画、他の役者さんはちょっともう本当頭が痛くなるような感じだったから、そうなったらゴジラが一番頑張ってたですよ。だからいいのはゴジラ、伊福部さんの音楽だから、そういうことは主役がやっぱりすごいってことで、うん、いいんじゃない、ほら褒めるとこで着地しましたよということで、はい、はい、というわけで楽しい時間はあっという間に過ぎますねひどい、いやー、はい、まあだからそのなんか日本のエンタメって泣くとイコールいいっていうのがあるんで、皆さんそこはちょっともうちょっと考えてほしいなという気はします、うん、まあ情動を動かされるのはね、うん、まあいいんですけど、泣くのって結構ねあの反射神経的に泣いちゃったりするからね、まあ、だって映画見ててニャンニャンがそれ死んだりしたら泣くじゃない、ね、犬が、ね、猫死んだらね、そう犬とか死んだりするから、ね、だからなんかそうじゃない感動っていう方のが、感動イコール泣くじゃないので、なんかちょっとそれですっごい良かった、泣いたから良かったっていう価値観はちょっともうちょっと考えた方がいいんじゃないかなって思います。はい、なんか真面目に思っちゃいましたね、たまにはね、たまにはね、毎回真面目ですよ、真面目ふるりょというわけで、今日は一応すべて消化しましたね、はい、番組を通しての振り返り消化、まあまあ、ちょっと辛い映画が多かったですね、そうですね、今月はね、でも来月もね結構辛い映画が多いんですよ、お正月なのに、なんだろう、正月ってもっとめでたい映画とかないんですかね、スパイファミリーがあるんですか、見たことないからわからないんですけど、面白いの、オープニングが岩佐さんになってた楽しい感じになりましたね、え、見てるんですか、いや、オープニングだけ見た岩佐さんの岩佐さんのオープニングと思って見たけど、あ、はい、あ、でも2話ぐらい見てるよ、あ、マジですか、でも作画はすごい綺麗、うん、でも2話で長い続いてない、今、陰陽師見てるけどね、うん、まあ、ほら、オウム不女子なんで、はい、まあまあ、まあまあ、来月、そうか、スパイファミリー、スパイファミリーはそうか、あれですね、あれなんですね、なんか来週ぐらいから公開なんだっけ、あ、そうなんだ、なんかまあ分かんないけど、スパイファミリーが出ると一気にスクリーンが捉えちゃって、あ、東宝だからね、皆さん大変だという話は、うん、噂は聞きました、まあだから来月は12月公開で、あのディズニーの100周年のウィッシュとか、あと100周年なんか来なければよかったのにっていう願いがあとウィリー・ウォンカ、ああ、ウォンカね、うん、はい、とあと、秋カウリス巻きの傑作ですね、枯葉などをお送りしたいと、したいと思います、はい、まあ年末なんで12月の中下旬ぐらいになると思いますので、そうですね、そのぐらい、うん、また3週目ぐらい、そうですね、うん、あのまたこのメンツで言いたい放題やりたいと思います。あ、そうですね、うん、もう気がついたらもう7ヶ月ぐらいやってるんで、もうテレビブロス的にはすごいことなんですよねレベル低くてすいませんって感じです。じゃあ皆さん来月もよろしく、あら、そして、あ、そうかそうか、はい、忘れてた、チャンネル登録、チャンネル登録、高評価を何卒よろしくお願いします。あ、もう忘れちょっともう大事なことです、はい、それでですね、テレビブロスブックス
から12月の28日に押井守監督の、サブイカルチャー70年 YouTube の巻が、出ます。本なんですか？本です、単行本です、うん、はい、ブルースの連載を、まあ、まとめ、うんうん、エンド加筆した感じです。で今回の表紙も前回と同じ梅津さんに頼んでまして、梅津さんのエロが炸裂してるんで皆さん楽しみにしてくださいって感じです。12月28日、ぜひよろしければ手に取ってみてください。というわけでまた来月。わー。